公共曲、第2番破綻調作品17は、ビートル・チャイコフスキーが1872年に作曲した公共曲。愛称は、小ロシア。チャイコフスキーの作品の中では、非常に陽気な楽曲の一つで、初演後直ちに成功を収めただけでなく、ミリー・バラキレフ率いる、ロシア5人組からも好評を勝ち得た。しかし、 それから8年後にチャイコフスキーは大幅な改定を施し、第一楽章をほぼ完全に書き換えるとともに、残る三楽章にも多くの変更を加えた。チャイコフスキーは三つのウクライナミニオンを本作に用いて非常な効果を上げている。このために、当時のモスクワの著名な音楽評論家、ニコライカシュキンから、小ロシアという愛称を新定されることとなった。 1872年の6月から11月にかけて作曲されたが、ほとんどは夏の休暇にチャイコフスキーがウクライナのカムヤンカに妹アレクサンドラ・ダビドバを訪ねた折に書き上げられた。8月に急いでモスクワに戻るとチャイコフスキーはモスクワ音楽院での日課や音楽評論家としての活動をこなしつつ熱心に本作に取り組んだ。 弟もデストの手紙にすぐ返信できなかったことを浴びてチャイコフスキーは夢中になってしまったので他のことに取り掛かれる状況ではなかったんだよ。この天才の仕事は完成間近だ。形式の完成度に関しては自分の最高の作品だと思う。2週間後にチャイコフスキーは大急ぎで公共曲を仕上げ、さらに1週間後に完成させた。 チャイコフスキーの本作における民用素材の利用については、電気作家ジョン・ウォーラックが全く意外なことではないと述べている。もう一人の電気作家、アレクサンドル・ポズナンスキーによると、ダビドフの辞書は、当時すでにチャイコフスキーのお気に入りの隠れ家になっていたという。ウォーロックは、チャイコフスキーが仮面家や妹に進言されてその地に構えた別邸にぬくもりを、 感じていたことは、公共曲に、地元の歌を用いるという発想に姿をとったとも、付け加えている。チャイコフスキーはかつて冗談で、小ロシアの修学賞が成功したのは、自分自身の手柄ではなく、作品の真の作曲者、ピョートル・ゲラシモビッチのおかげというのが真相なのだと述べた、ことがある。ゲラシモビッチは、ダビドフの家の年長の使用人で、チャイコフスキーが、 本作に取り組んでいる間、作曲家に民謡、鶴を歌って聞かせたのであった。チャイコフスキーのお気に入りのアネクドートの一つに、小ロシアの走行をなくしかけたという経験談がある。チャイコフスキーは、弟モデストと旅行中に、頑固者の駅馬車したて人を解き伏せて、馬を馬車に繋がせようとした。旅行の間チャイコフスキーは、皇帝の側近ボルコンスキー大公のふりをした。 チャイコフスキーは、モデストと、夕方までに、目的地に着くと、旅行カバンが見当たらないのに気づいた。そこには制作中の公共局も含まれていたのである。チャイコフスキーは、駅馬車したて人がカバンを開けて、自分の身辺を調べたのではないかとイブった。そこで旅行カバンを取りに仲裁者を使わした。仲裁者が戻ってきて言うことには、駅馬車したて人は、 ボルコンスキー港のような貴人の荷物は、本人以外の目の前で開けませんということだった。チャイコフスキーは、強い決意で戻った。旅行カバンは開かれておらず、大方安心した。チャイコフスキーはしばし駅馬車仕立て人と定重に、話し込んでいて、ひょんなことから駅馬車仕立て人に名前を尋ねた。駅馬車仕立て人は答えた。チャイコフスキーです。 チャイコフスキーはあっけに取られ、多分この返事は、駅馬車仕立て人の側の抜け目のない仕返しに違いないと思い込んだ。結局チャイコフスキー生は、駅馬車仕立て人の実名だったのである。この事実を知ってからというもの、チャイコフスキーはこの話を人に聞かせては、喜んでいたという。1873年1月7日、チャイコフスキーは、 ニコライ・リムスキー・コルサコフのサンクトペテルブルクの自宅における集会で修学賞を披露した。モデストに当ててチャイコフスキーはこのように書き送っている。全員が熱中のあまりに私に口々に言い立てた。リムスキー・コルサコフ夫人は涙を浮かべて自分に二大ピアノ用の編曲を作らせてほしいと頼んできた。チャイコフスキーの電気作家、デイビッド・ブラウンは この集会にバラキレフもいなければ、ムソルグスキーもいなかったのだと推測している。しかしながら、リムスキー・コルサコフ夫妻の他に、アレクサンドル・ボロディンが居合わせていた。ブラウンは、ボロディンであれば、チャイコフスキーの作品を称賛したかもしれないと、示唆している。もう一人の出席者は、音楽評論家のウラディーミル・スターソフだった。スターソフは、 自分が耳にしたものに感銘を受け、チャイコフスキーに次回はどんなものを作曲するつもりか、尋ねている。スターソフは、間もなくチャイコフスキーの生涯に影響を及ぼすことになり、幻想序曲、テンペストやその後の、マンフレッド公共曲は、ブラウンによるとスターソフに影響されているという。1872年版による作品全体の初演は、 1873年2月7日に、モスクワにおいて、ニコライル・ビンシュテインの指揮によって行われた。翌日チャイコフスキーは、スターソフに次のように書き送っている。非常に成功しました。あまりうまくいったので、ルビンシュタインは、聴衆の要望もあって、再演を望んでいます。4月9日の再演は、さらなる成功を収めた。 再び聴衆の要望により、5月27日に、モスクワで3度目の上演が追加されたのである。評論家の反応もまた熱狂そのものであった。スターソフは修学賞について、色彩や、ファクチュールという点において、すべてのロシア学派の最も重要な作品の一つと、表紙、ペテルブルクから上演に駆けつけたヘルマン・ラロー氏は、モスコブスキー・ベイドモスティが見に、 筆者は、長らく、これほど、学奏の主題的な展開が力強く、変化に富み、巧みに、同期労作され、芸術的に考え抜かれた作品に出会ったことがないと、述べた。一方で、指揮者のエドワルド・ナープラブ・ニークは、5月7日に、ペテルブルク荘園を行っている。セイザリー9位の国評にもかかわらず、ペテルブルクの聴衆も、本作を積極的に評価して、 翌年の定期で再演するように約束したほどだった。1873年の初演に触れたスターソフ宛ての手紙の中でチャイコフスキーは次のようにも漏らしている。本音を言えば、初めの三つの学章に完全に満足しているわけではないのです。ただし、鶴の旋律そのものは、さほどまずかったとは思えませんが、とはいえチャイコフスキーは、 出版社ベッセリにソーフを出版してくれるように、くどいていた。ベッセリは、二大ピアノ版を発表し、後にソーフを出版した。また、1870年代を通じて、チャイコフスキーの音楽思想は、変化を遂げた。18世紀の古典派音楽に、軽やかさや、優雅さを見出して、その特色に惹かれるようになり、ドリーブの、シルビアやビゼーの、カルメンに触れたことで、 フランス音楽への端出も強まった。小ロシアの第一楽章の雄大さや手の込んだ楽曲構成、テクスチュアの複雑さは、このような価値観に反するため、悪趣味と感じられるようになったのかもしれない。1879年にチャイコフスキーは、ベッセリ社に、自筆譜の変装を要請し、これを受け取ると、作品の改訂に取り掛かった。 1880年1月2日に、別セリに当てて、1、第1楽章を新たに作曲し直しました。原型をとどめているのは、わずかに助奏と、コーダだけです。2、第2楽章の還元楽法に手を入れました。3、第3楽章を変更しました。曲を切り詰めて、還元楽法をやり直しました。4、修学章を短縮して、 還元落法に手を入れましたと告げている。なんと3日間でその作業を終えたという。小ロシアの改訂は、特に開始学章の改作は、楽曲構造やテクスチュアを明確にするためであった。1月16日までにチャイコフスキーは、自分の老作を総括して、かつての門弟で友人のセルゲイタネーエフに次のように伝えた。この楽章は圧縮されて、 短くなり、難しくなくなりました。あり得ないという形容詞が当てはまるものがあるとすれば、それはまさにこの初版の第一楽章です。参りましたよ。こいつは、なんと難しく、騒がしく、尻滅裂で、まとまりを書いているのでしょう。改訂版は1881年2月12日に、ペテルブルクにおいて、カールツイケの式によって書演された。ロシア五人組にとって、 小ロシアが好もしく映ったのは、チャイコフスキーがロシアミニオーを使ったからではなくて、特に両端楽章において、ロシアの民族音楽の独特な特徴に、公共曲の形を決めさせるというチャイコフスキーの手法であった。この手法こそが、5人組がたどり着こうと苦闘していた目標の一つだったのである。チャイコフスキーであれば、音楽院で受けたアカデミックな基礎をもってすれば、 そのような展開をより長く、より集約的に続けることができたであろう。だがしかし、このような傾向の処方にもまた思いがけない落とし穴は、あったのである。電気作家ジョン・ウォー・ロックは、このように述べる。チャイコフスキーの作曲様式に持ち込まれ、ほとんど儀式メータ、しつこさで、同じような音程やフレーズを使うことで、躍動感や意図にかなうような効果よりも、 むしろ性的な印象を生み出しているという特別な問題は民謡そのものの性質に結びついている。事実旋律はそれ自体が一連の変装をめいたものになりがちで展開や対比よりもむしろ転調によって進行していく。つまりこれは明らかに公共的な展開にはなじまないということである。1872年にチャイコフスキーはこれを問題視してはいなかった。 ブラウンも指摘しているように何回もの繰り返しに乗って進行していくような楽曲構成には避けられない欠点はチャイコフスキーにとっては何ら問題ではなかった。なぜならチャイコフスキーはそれまでのすべての最も重要な公共学の学章において第一主題を閉じようとしてそれが始まった時とそっくりそのままの姿で使うことを習慣としていたからである。 1879年の改作に比べて1872年版の第一学章は規模においてはひたすらに巨大で構成においては入り組んでおりテクスチュアは複雑である。1872年版の開始学章の重厚感は割合軽快な第二学章と交代章を成しており修学章とは程よく釣り合いが取れている。アレクサンドル・ボロディン そのスケルツォの処方は、チャイコフスキーの小ロシアのスケルツォ学章に影響を与えているかも、しれない。小ロシアで最も印象深いのはスケルツォである。この学章の独特な性格は、チャイコフスキーと5人組との近しい関係にあるのかも、しれない。1869年に、アレクサンドル・ボロディンの公共曲第1番が、初演された。チャイコフスキーは初めて、 五人組の面識を得る。幻想序曲、ロメオとジュリエットに五人組が狂気したということは、おそらく今度はチャイコフスキーが五人組の作品に注意を寄せる番となったであろう。1872年にチャイコフスキーと五人組の交流は盛んであったように見える。だからこそ、小ロシアのスケルツォ学賞は、一万一ボロディンの 公共曲第一番が存在していなかったとすれば、現存の音楽と同じになっただろうかという点が問題となるのである。両方のスケルツォ学賞に顕著なのは火星の大胆さと基礎的なリズムの静かなパルスである。いずれも冬の日の幻想のスケルツォには大いに足りなかった点である。しかしながら、小ロシアで真の力作は修学賞である。ここで、 チャイコフスキーが五人組が良しとしたグリンカの伝統に忠誠を示そうとしているのが最も如実に現れている。チャイコフスキーは壮麗な女装に民謡、鶴を披露しているが、この手法は後年ムソルグスキーが展覧会の絵のキエフの大門を作曲した時の手法に似ている。それからチャイコフスキーはアレグロビーボの主部に取り掛かりつつ、 茶目っけたっぷりの意図を明らかにする。民謡、鶴に続くに小説を独り占めさせ、変化に富んだ一連の伴奏に対地する。これほど長々とした展開は、より穏やかな第二主題への推移に余裕を与えない。そこでチャイコフスキーは、予告なしに、第二主題を引き入れるのである。学章は、これまで、きらびやかだったのに対して、続く部分は、華やかさにおいて、 影が薄い。チャイコフスキーは通り抜けようとする巨人のような一連の大またぎする音符によって展開部を導入する。これらの小説をまたがる音符に伴奏されて、二つの主題が再登場し、奇妙な旅に出向く。第二主題は歪められて不完全に提示され、長大なクライマックスを築き上げつつも、鶴のくすんだ表情を帯びるようにすらなる。 1872年版においてクライマックスは、より一層派手やかな一連の伴奏とともに、鶴に至る。1879年版においては、チャイコフスキーがこの部分を150小節ほど削除したので、クライマックスは、第二主題に導入される、静かな感想へと突入するのである。ピッコロ1、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4。 トランペット2、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニ、シンバル、バスドラム、タムタム、弦楽5部。演奏時間は、チャイコフスキーの公共曲では、最も短く、約35分である。今日決まって、演奏を、録音されるのは、1880年改定版である。だが、その真の効果のほどは疑問視されてきた。35分ばかりの演奏時間は、 当時の多くの公共曲に比べて、幾分短めであり、冬の日の幻想に比べても8分ほど短い。チャイコフスキーは、自分の改訂を正当化して、指揮者のエドワルド・ナープラブニークに、小ロシアで演奏さるべきは1880年版のみで、あると告げたが、それでもナープラブニークは、作曲者の死から8年後に、初版と改訂版を比較して、 前者の方が優れていると評価した。歌手金も同意見であった。とりわけタネエフの見解は、専門的に相当な重みを持っていよう。ブラウンが記しているように、小ロシアの初版が初演されてからタネエフが、双方の版を評価するまで19年の時間があり、その間タネエフは、すべてのロシア人作曲家の中でも、 最上の職人芸を発揮しただけなく、ロシアの作曲教師ではかつてないほどの逸材となったからである。ブラウンはつい最近、両方の版を詳しく論じ、1872年の初版を擁護している。ブラウンは言う。改訂版に公平を期すると、なるほどこちらは魅力的であり、構成的に名跡であって、チャイコフスキーの望みにかなってはいよう初版に、 重苦しさがあるのは否めないが、堂々とした広がりと、内容や細部の豊かさゆえに、初版の方が、はるかに印象的な楽曲になっているので、正当な位置づけに戻って叱るべきである。もっともその位置は、さほど取るに足らない、あまり野心的でない改訂版よりも未だに低く、見られているのだが、タネーフは、チャイコフスキーの弟もデストに書き送った論点について、 強硬な意見を持っていた。関係によると、あなたはそのうち、演奏会で真の、公共曲、第2番を、原曲の姿で聴衆に知らしめるべきなのです。お目にかかった時、両方の番を演奏してご覧に入れましょう。するとあなたも、最初の番が上であるという点について、きっと賛同していただけましょう。ありがとうございます。